疲れ様でーす。ボーイミーツガール、あ、もう明日のあるある早く言わせてください。ボーリンラブ、あ、もう明日のあるある早く言いたいよー。よーちょっとやりたいことあるんですけど、今のうちやってもいいですか？なんすか？いや、まあ実はその2週間僕、まあ、定期便参加してなかったんですけど、その間にちょっと、うん、まあ、ネタを一つ覚えまして、はい、うん、アモアスのあるあるってあるじゃないですか。まあいろいろと皆さんプレイしていて、それをですね、うん、はいはいはい、まあセンターさんの大好きな広瀬香美のロマンスの神様に合わせてね、歌わせていただこうと思います。よ、それでは、はい、わー、パチパチ。アモアスあるある早く言いたい、アモアスあるあるを早く言いたい、アモアスあるある早く言いたい、早く言いたいの私。アモアスあるある早く言いたい、アモアスのあるあるを早く言いたい、アモアスのあるある言いたい、アモアスのあるあるを、あるある言うにはどうしたらいいの、一番の悩み、アモアスのあるある、そんなの嘘だと思いませんか。チャ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 ン、ボーイミーツガール、アモアスのあるあるきっとフォーリー、青黄緑、んーしゅっ、黄緑水色緑ハハハハ、何ボーイミスガール、アモアスのあるあるきっと誰かも感じてる、ボーリンだよ、アモアスのあるあるコミューサボ難しい。これ大丈夫ですか？アベレージさん釣られないですか？あー、とりあえずバグはなかったみたいですね。あ、よかった、アベレージさん次は、あ、やばいやばいやめてやめてよみんな、それはそうだろう。バイバイ、バイバイバイ。しかも2週間かけて考えたのがベタ中のベタのあれあれだったな。水色、結局急に蒸らさねえかって、今日の血液型占いランキング第1話、ごめんなさい、A プラスのあなた、 A プラスのあなたはゲレンデの神様に呪い殺されちゃうか。おお、平和だ。ああ、いいんじゃない。あ、まあまあ、まあ、いや、平和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 、素晴らしい。誰もまだ死んでないですね。うん、誰も死んでないですね。やっぱいいですね。たまにやっぱ9人村でやるのも楽しいですよね、バランス。うん、そうですね。でも9人間だったらもうちょっと度胸を持ってキルしてもいいかなと思うんですけどね。ちょっとさっきスキップに入れた2人って誰ですか？あ、出ないかな。あー、出ないかも。拾われてる。インポスターか。いや、まさか。え、待って待って、インポスターが2人スキップに入れたってこと？アベレージさんとインポスターがスキップに入れてあげて、これを自分で言ったらまずいと思って言わないってこと？え、何これ。待って待って、いや、ないないで、さすがに、よ、インポスターで落ちることが分かるようなネタを振って相方に迷惑かけるって、そんなアベレージさんひどい人じゃないから。ないない、ワンチャンアベレージインポスター相方一人が2人でスキップ入れてこれやばいみたいなさ。え、でも入れた人誰ですか？
スキップ入れた人言いづらいんですけど自分です。ノリノリ的に。もう一人は？アベレージさん。アベレージさん。ああ。じゃあアベレージさんとジェンジャンさんがインポスターってことで夏目ジェンジャンさんにもう入れたのでもうあとはみんなの好きなようにしてます。何この言い方ジェンジャンさんってそう死んでなかったら入れるんだけどな夏目先生にさすがにもう入れられねもう入れられねいやいやいやもう入れられね悔しいうずく悔しいかそっかそっか悔しいだろうな悔しいけどスキップおお悔しいなっていうことは、ゲンさんとかもアベリーさんに入れたんですね。はい。これが面白いな。はい。あ、やばい。ねえ、おかしい。ね、やばい、やばい。やばい、やばい。やばい、これは。これはやばい。アベリーさんの歌聞かんといけんの辛いんやけど。ちょっと待って、初見村始まったけど。マジかよ。マジ言ってんのが。やばいぞこれ。本気で終わりやぞ。あおー、あお、あおー。いや何もしてない。4票でしたっけ、夏目先生4票を、うん、全ちゃんさん、全ちゃんさんに入れたのがおそらく夏目さんと私だと思います。ゲンさん、ゲンさん、ゲンさん、スキップ誰ですか。あ、僕スキップ入れました。僕も入れた。私もスキップです。あ、ピカクロス、夏目さんに入れました。あ、自分も夏目さんに入れました。あの、素直に推理するんだったら夏目さん投票者が怪しくはなると思う。いやー、スキップの人は白くなりません、まあまあ、どっちかっていうと。まあまあまあ。あ、まあ、それもわからなくはない。スキップ大事でしたっけ。スキップ、ちょっとアシエさんのところ。お、アシエさん。あー、はい。これ、ゲンさんインポスターですか、もしかして。ゲンさんインポスターやん、もう。なんでですか。今日合わなくない？あれ？ノリが。え、合ってる合ってる、あ、合ってる、432じゃなかった。あ、スキッパー3でしたよ。で、入れた人が4で。うん、合ってる合ってる。え、全然さん2票じゃなかった。自分2票でしたね。あれ？合わんくね？え、どういうことですか。え、夏目さん自分3票じゃなかったですか。うん、夏目先生だから。うん、夏目さんと私で、全ちゃんさんに2票じゃないですか。4、3、2です。4、3、2。4、3、3票誰か言ってる。あ、そうかそうかそうか。夏目先生が今死んでる。全ちゃんさんは2票。9票か。全ちゃんさん、2票だったんですよ。そうですね、4、3、2。はい。え、夏目先生はスキップに自分入れなかった。夏目さんは言動的に全ちゃんさんに入れそうですね。ああ、入れた。自分はもう、それでも自分で入れれば生き残れたか、これ夏目先生が悪いね。何足引っ張す。そうそうそう。何足引っ張す。それは、やば。今日なんか、すごい怖い。怒ってるで。怖い。怒ってるで。怖い。入れといてそれやべえだろ、マジで。確かに。これもう二人とも白だったらかなり。いや、どぎついですよ、どぎついですよ、夏目先生は白だと思うな、さすがに。いや、私、両方とも白だと思いますよ。アベリーさんはワンチャンあると思うけど。入れてるけど。インポスターであの言うはでもすごいな。どうなんだろう。もう正直なんか、まともに考える君。ストレージ給油でセンターさんです。オラフさんとアシューさんは絶対無理です。
右でご一緒してます。はい、サントさん、ストレージのどこですか？ストレージの給油です。給油、はい、はい。ピカクロスです。リアクターのところの十字路を、降りている最中、リアクターが鳴ってる最中、はい、下から来る原産を確認してます。はい。で、ゲンさんは確かカフェテリア、アドミンの方に、ゼンちゃんさんとゲンさんが走っていったから、ゲンさんのルートを考えると、ストレージの給油の位置は通ると思うんですけど。はい、通ってます。だその時、先端さんおられなかったです。ゲンさんの今日のルートを教えてもらっていいですか？今日のルートは、アドミンのカードスキャンやった後に、もうそのままリアクターまで下から直行です。まあ、ドア閉め食らってたんで何回か立ち往生はしてますけど。ああ、なるほど。はい。なんかセンタンさんは、センタンさん、すいません。カフェエリアの右上にいて死にしてて僕で、その後ストレージカード見に行ったような気するんですよね。今の行動系だったら。ピカクロス、ゲンさんとゼンちゃんさんがアドミンに入っていくときに、私はカフェエリアの左上でセンタンさんを確認して、それまま下に降りていくセンタンさんを見てます。なるほど、うん、私はその後メッドベイに入ってタスクをやってる最中、出たというタイミングでリアクターが鳴ってリアクターに走ってたから、ピカさんは上から行ったっていう主張ですね。ちなみにメッドベイにいるピカさんを私が見ているので、ピカさんは死体の位置までたどり着けないので、ピカさんは容疑から外していいと思って、うんうんうん、はいはいはい。で、僕とオラフさんがナビゲーションまでご一緒して、僕ナビゲーションにオラフさん置いてって、はい、ウェポンから通ってカフェに着いたくらいでレポートです。で、ウェポンにヤシュさんもいたんで、はい、いました。あ、はい、あ、じゃあセンちゃんさんと私ローラーとかで勝てるんじゃないですか？サントさんのセルフ疑わないのであればですね。勝てるってことはラスルってこと。直線にも下抜けて右側に回ってるんで、給油のところは通ってないです。実現じゃね。多分ローラーするんだったら、まだゲンさんとあのセルフリポートをサントさんじゃないか。なんか、そう、サンローラーになっちゃいそうなんですか、うん、うん。じゃあ、サントさん、ゲンちゃんさんまで振り切ってください。お願いします。はい。お疲れ様でーす。ボーイミーツカップ、あ、もう明日のあるある、早く言わせてください。ボーリンラブ、あ、もう明日のあるある、早く言いたいよ。よは言わないんかい。いや、なし。うん、はい、押しました。ボタン押してた。私のからの主張は、メッドベイでピカクロスさんと別れた後にストレージの給油まで最速で行ってレポートしてるんで、これ私セリフリポートだとピカクロスさん視点からセリフリポート 100% になっちゃうので、うん、そう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 。アホだよなっていうのは。もしそれだったら、もしそれだったら私がインポスだったら死体位置偽装してもっと近いとことか何か違う話をするっていう風なのくらいかな。じゃあ1個僕いいですか？はい。ゼンちゃんさんは、ごめんなさい、ややこしい。あ、センタンさんと、あ、センタンさんじゃない、ゼンちゃんさんは、どういうルートでナビゲーション方面まで行きました？会議が終わって、扉閉められて、はい、そこにゲンさんがいました。はい。で、そのまま降りて行って、ストレージまで自分は行ったんですけど、ゲンさんが一回アドミンに入って、そのまま自分はもう右側のシールズにタスクがあったんで、それをやりに行って、右行ったら、オラフさんと、あと、誰かとすれ違ったような、すみませんでしたけど、そういうルートです。その時、センタンさんはいなかったって感じですか？でも自分はすぐさま抜けてきたので、ゲンさんしか信任してません。アドミンに入っていくゲンさんしか、信任できてません。オラするなら、ゼンちゃんさんが先がいいです。まあそうなるわな。容疑者位置を考えるとそうですね。アルマさんって僕とどこまで一緒でしたっけ？ナビゲーションでしたよね。ナビですね。ナビに置いてってウェポンに行ってるのはアシュさんが見てくれた。はい。そうですね。僕シールドの方にその後行ってストレージ着なんですよね。でナビゲーションとシールドの間ぐらいでゼンちゃんさんとお会いしたって感じで、はいはいはい、だから時系列的にはゼンちゃんさんが先端さんをやってるか、ゲンさんがやってるか、どっちかな。あ、はいはいはい、給油のところだったんですよね。給油、はい、そこで殺して右側に曲がるのが、まあでもそうですね、ちょっと遠回りかなとも思ったんですけど、そうでもないですね。まあ下から回ればいけるとは思いますけど、
3と3までローラするのもどうですかね、スコア。まあ、ごめんなさい、少なくても今私押したんで、はい、ローラの意思がある人は押してください、私押せないです。うん、そうだね。タモに始まる。えっ、ファイト。なんで勝てるの？これで勝てる。やばい。これで勝ててしまう。いやー、勝っちゃいました。いやー、GG でしたわ。なんかテンション低くないですか？テンション低くない？よくその立場で GG って言いましたね。いや、GG です。よかった。ナイス、みんな。ナイス、ナイス。よくやってくれた。ナイス、ナイス。村強いですね、やっぱり。はい、いや強いですね。ありがとうございます。いや、信じてよかった。白が多かったですね。量産されちゃいましたね。なんだろ、すみません、ごめんね。いや、言っちゃ謝っときます。ごめんなさい。いや、ほんと。ほんとにね。泣いた、泣いた。泣いちゃった。いいよ別にいいよ、まあ、置いといて なんかいや置くなねえ置いといてはい置いといて、いや夏目さん釣りだけはちょっとねなかったよな、まあ、まあ、まあ、だよね、そうだよね、アベレージはまあ釣ってよかったけど、いや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 、僕一番釣っちゃダメだったでしょあれ。まあまあ視点すっきりさせるためにもね。あれはね、ちょっとあるしね、アベレージの部分ね、濁っちゃうから残しといたら、初手キルを防いだのにな。いや早いよ、いや初手キルにしてもね。あ、なんなら私まっすぐ下に置いて給油タスク終わんなかったっすからね。あどんだけ早いんだってこのことですよ、これで、ね、そんなもんすかね。難しいなこのゲーム、難しいね。ねえ、うん、なんかちなみに霊界でセンターさんがあるある歌ってくれたんですけど、結局あるあるなんだったんですか。何の話、あれ別人